ちょっと待て待て待て、ちょっと待て待て待て、ふざけんな、ちょっと待て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 、なんだこれ、ワールドスタジオ出てる、かっこいいじゃねえか、なんだこれ、待て。どうも、プラスミナンバー芸人のアーナタイルです。よろしくお願いします。ワネちゃんです。よろしくお願いします。集中でございます。いやー、フライングダルビッシュってことね、フライングッシュってことね。欲しいっすねと。写真かっこよかったねということでございます。でね、今日の動画、題してですね、ハイカギンガチオダシリーズの総決算、全部公開しちゃいますスペシャルです。早速見ていきましょう。これがね、まあ、動画用のガチオダでございますと。まあね、シリーズ1結構揃えてますよってことで。ね、まずキャッチャーですね。これね、セレクションの写真なんですけど、通常の森友哉ですと。はい。セレクションはね、ミキサーかけたんで、はい、何してんねんと、という話ですね。まあ、この森さんが強いですよ、ということで、育ててました、ということですね。で、ファーストに、岡本さんですね。これもセレクションですね。まあ、無凸なんですよね。まあ、なんでかっていうと、アーチ広角の岡本さんは継承できなかったんで、まあ、これちょっと使ってます、ということですね。まあ、強いですよ、ということですね。で、セカンドはね、菊池さん、まあ、TS 菊池さんで、まあ、CBS ですね。これはもうずっと使うと。で、サードにね、ガッツですと。ガッツがね、特殊で、守備 B になってるんで、まあ、これめちゃめちゃ強いんで、ガッツですと。ですね。で、ショートに池山さんですね。これも今年、取れて、そう、初ゲットで、使わせてもらってますね。で、レフトに糸井さんですね。僕、糸井さんの打感がやめらんなくて、そう、これやめらんないんですよ。お酒とかと一緒ですよね。お酒、タバコとか一緒で、お酒かタバコか糸井かって感じで、まあ本当に糸井さんをやめらんないです。この打感えげつないですってことですね。一番で使ってますと。で、センター田村さんですね。まあ田村さんもやめらんないですと。お酒、タバコ、糸井、田村ですね。もうこれやめらんないんですよ、マジで。打感がえぐいんだ。センターも最強なんだ。もう田村さん以外ありえないんだってことね。間違いないっすと。で、ライト、柳田さんですね。セレクションの柳田さんですね。これはもう極みにしておりますので、オール A で、まあ非常に強い能力なんだけど、まあライトの守備がちょっと微妙だなっていう感じはしますけどね。で、DH、翔平をジャーニーですね。これちょっと待ってよと。待って、これ、ライト翔平の方が良くないみたいなね。今変更だよみたいなね。もう今変更しちゃうんだっていう感じでね。やっていきたいと思います。もう今変更しちゃうよと。はい。よろしくお願いします。これですね。で、ベンチ、代打の切り札に掛布さん置いてますと。掛布さん大好きなんですよ、僕。マジ好きで、打感が好きで、愛用してます。バースとか、落合さんとかよりも俺は掛布さんですね。で、第2代打が、ビシエドさんですね。このビシエド、まあ、掛布さんちょっとスピリッツやられてるなと思ったらビシエドでいきますと。ですね。で、坂倉さんも一応備えてますよと。森さんがね、チャンスがなんかあんま出なかったら、能力上がらなかったら坂倉さんで行こうかなと。で、セカンドの守備 TS 菊池さんに変えてマッキーって感じですね。まあ、ほんと尻1で結構揃えましたって感じですね。で、打順が糸井さん1番、2番、翔平大谷3番、ギータ4番、岡本和真。5番、ガッツ6番、田村さん7番、菊池さん8番、森友9番、池山さんって感じですね。はい、で、ピッチャーですね。ピッチャーはね、正直ね、これ侍のダルさんとか、ワールドサス千賀さんとか、侍大谷くんとかで、正直最新のものは今使ってないんですけども、まあ、田中マー君、まあ、唯一、入ったのが田中マー君ですかね。やっぱこのマー君最強なんで入れました。で、まあ、藤波くんもワールドスターなんで、まあ、まあ、去年のですよねって感じですね。で、中継ぎもまあ、藤川さんは去年のだし、まあ、モイネロがね、最初の方にグランドオープンに取れたんで、まあ、ほんとこのモイネロは使ってますと。で、高梨さんと藤井さんはまあまあ、去年のものですよって感じですね。まあ、4000サルクでもまあ、いけるんで。で、ビエイラって感じですね。ここ、まあ、抑えがね。で、ベンチに松井さんがいるんだけども、まあ、今年取れたので言うと、池田さん、伊藤さん、高津さんも強いよね。高津さんも強かったり、沢村さんも強かったり、で、則本さんちょっと育ってないんだけど、ってな感じで、ピッチャーはそんな取ってないかなっていう感じなんですよね。はい。まあ、ピッチャーはね、スピがちょっと低くてもやれるんで、まあ、このメンツでいってますよね。さあ、今からね、1試合、ハイカキンガチオーダーでやっていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。それでは行きましょう。おい、HH、トリプル H で。さあ、やっていきましょう。リボンがいいっすね。やっぱリボンがあるとないとでは全然ちげえよ。買ってよ、このアカウント。最高じゃねえか。ハイカキンです。そうですよね。さあ、でも、無課金赤。まあ、無課金とかもセーブ純正赤ですね。で、頑張ってます。あっちもね、リボン、初リボン、青リボン取りに、スピリー頑張ります。ということでございますね。さあ、行きましょう。
はい、1番伊藤さん。糸井さんが球遅っ、もう超高速に慣れてるからさ、球が遅散らかしてるよこれ。大丈夫か本当に。超高が出てるよね、これ超高角出てる？ OK。超高角ライドラー出たらもうね、確定室ですよ。ヒット確定室です。間違いないです。それと来るよ。はい、よいよいよ。それと来るよ。間違いないよ。それと絶対来るよ。集中。まあ。遅い球が。うん、めっちゃ遅い。まあ、よくあるやつですね。さあ、超高角8、いいよ。最終1です、大谷くん、4040おめでとうございますと、4040じゃなくて俺はもう5050、期待してますと。だから全然ね、あのおめでとうも言わないです。やっちゃった、うん、おめでとうも言わないっすよ俺は。やれるよね大谷くん、もっと上いけるよねって話なんですよね。ちょ待て待て、全然打ててないよ。集中していけよ。何やってんだお前、本当に負けんのかこれ。これ負けちゃうかんの、これ広角が出てないんだ。広角が出てなくても4700のギータだったらいけますよって話ですよね。さあ集中よ、今日全然打ててないよ、集中。さあ守備ですね。あのまあ全然いいんだと。石川さんにやられっぱなしの人生なんて嫌だよっていう、まずここ抑えようよって話ですね。さあ集中。オッケー、センター、伊藤さん、レフト、伊藤さん、ナイス、いいよいいよ。まあ、全然負ける気がしないね。うん、間違いないよと。ここのフォークがね、千賀さん強いんだよ、結局。はい、間違いないです。間違いない投球をしますと。はい、ベスピー、ベスピーを意識していこうぜですよね。セカンド、はい、TS、菊池、ありがとうございます。さあ、もうね、シリーズ2も、もう今週の金曜日かな。ああ、もうほんと近いよねっていう話で、まあ、めちゃめちゃ楽しみで、そう。僕的に、まあ、まずは間違いなくワールドスターのダルさんが出ることは確定してるんで、で、誰かによるよね、誰が来るんだろうって、その、ダルビッシュさんともう一人が誰なんだろうってのがすごい気になってて、それによってはもう確実に回すし、僕の予想では吉田正尚さん。最高、アーチプルヒで、パワー99と、さあ、これいくよ。あんなに刺さってたのに石川さん変えるんですか？どういうこと？なんで、デロドリゲスなんだろう？なんでよ。いや、絶対打つよ、俺も、これは。間違いなく打つよ。石川さんの方が嫌だったよ。石川さんの方が打てなかったよ、俺は。さあ、集中。あぶねー、ガッツありがとう。もうこの動画、俺、ボツにする予定だった、今。ボツにしようかな、思てました。ガッツありがとう。ヒット打ってくれた。危ねえ危ねえ、ガッツのおかげや。さあ集中、田村さん行こう。あ、ちょガチで行くわ。もうこんなんで終われないよ。ハイカキンガチオーダーでさ、何してんねんって話でしょ。頼むよ、うん、オッケー。宮西さん得意、宮西さん得意よ。集中、タイピンチ宮西、了解。ガッツリ集中していくわ。オッケー、川口さんナイス、いいよ、集中。はい、チャンスライドラ、森友哉、チャンスライドラ森友哉です、ありがとうございます、集中。はい、森友哉君、ありがとうございます。さあ、池山行こう、池山さん行こうよ。池山さん、ブンブンまで見せようや。いろんなところがブンブンしちゃってるんだからさ、本当にはあそこがブンブン丸だ、いっちゃおう。あ、オッケー、いよいよ、かけふさんよ、かけふさん、かけふさん。オッケー、ありがとうございました。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。ということでね、ハイカキンガチオーダーいかがだったでしょうか。久しぶりにね、ガチで試合やりましたということでございます。まあシリーズはもうあともう少しで終わりでございます。最後はね、楽しんでいきましょうということでございます。ありがとうございました。